我らが日本豊受自然の代表のホメオパスね、代表学長のですね、これは CH 本の学長であります由井虎子先生に来ていただきました。ありがとうございます。すみません、今日雨降ってるもんですから、ちょっと中に入って皆さんに近い状況で、じゃあ、はい、はい、ありがとうございます。あいいですか、まあ、立ってもらってもいいですか。あ、そうです、はい、はい、ゆいこトラコ先生です。ちょっと拍手を、はい、ありがとうございます。ゆいトラコです。今日はなんかお忙しい中駆けつけていただいたみたいで、あの今日はちょっと学校があったんですけどね。日曜日学校あるんですか。土日が学校で、まあ、あの社会人学校みたいな形で。あ、だからね、はい、そうです。あ、そうですか。いや本当にね、昨日はね、松尾さんとですね来ていただいてですね、東さんとね、はいはい、それでホメオパシーの話と、はい、あとフラワーエッセンスの話なんかいただいて、はいはい、結構僕ねすごいためになりました。そうですか。はい、やっぱホメオパシーってなかなか僕も理解をねするのでなかなか難しかったんですけど、ね、はい、これであのやっぱりあの3月11日のね、はい、ああいう原発の事故がありましたでしょ。その時にやっぱみんなが不安になるわけですよ。がんになるんじゃないかとか、その時にね、プルトリウムだとか、うん、ラジウムブロームだとか、うん、そういう放射能を希釈浸透して与えることによって楽になるんですわ。あの昨日ちょっとお話をしますとですね、同種療法といって、例えば皆さんが風邪をひいたら、言ってみれば同じ風邪の原因のものを希釈して薄めていくんですよね。例えばほら花粉症で目がかゆいとか鼻が出るじゃないですか。出る出る。でもこの症状って玉ねぎ切ったらほら目がかゆくて鼻が出るでしょ、はいはい、だから花粉症のリメディというのは、花粉症に対するリメディは玉ねぎなんですよ。あ、そうなんですか。そうなんです。これって昔からほら、白春って言えば、長ネギ巻いてたでしょ、はい、だから同じなんですよね。だからこれだとクシクシやるとほら涙出るんじゃないですか。はい、これが同種療法です。そう、あの咳なんか出るとほら、玉ねぎの切ったやつを枕元に置いておくと咳が収まるっていう、ね、そうなんです。咳を起こすものはその咳を取っていくという同種療法、面白いでしょ。だから喉がイガイガするとイガイガの生姜湯を飲むんですわ。日本でもそういうの同種療法ありましたよね。なんか日本が一番ホメオパシーのその研究で、ホメオパシーって皆さんご存知かな。ホメオパシーを初めて聞く方、はーいで、あ、皆さん、あ、そうだ、そんなことないか。じゃあ皆さんで、すごくあの昔から伝統的にヨーロッパだとかアジアで広まったものが日本に入ってきて、トラコさんを普及させて、はい、で伝統的な僕医療だと思ってたんですよ、医療行為なんて言うんですか、伝統医学ですよ、伝統医学、はい、だと思ってたら、なんかすごい研究がどんどんとされていて、日本が今最先端のホメオパシーの、はい、ね、残念なことに日本人の患者さんは治りにくいというのが世界中でも一番治りにくかった。なぜかというと農薬70年の世代なんですよね、皆さんは。なぜかというと、だいたいあのタミフルの、世界で売られるべきタミフルの 80% 皆さんが取っちゃったわけですよ。だいたいヨーロッパの40倍の抗生物質取ってる日本人ですわ。だからどうやっても日本人は難病が多いんですわ。だからその難病を治すのにどうしたらいいかって試行錯誤したら、なんか世界のトップになっちゃった。それで治すための同種療法やってると、はい、どんどん広がってしまうんです、はい、伸びていって、それでのありとあらゆるものも膠原病だろうがんだろうが治すようになっちゃったんです。なるほど。あ、ちなみにレメディというのはがんっていう、がんというのは病気ですか、そもそも。いや違います。がんはプロセスです。がんは病気ではありません。だからがんを治そうなんてこと自体がおかしいんです。まあ酸化物質を入れることでがんができますよね、うん、酸化物質っていうのは薬も酸化物質で、なぜかというと石油で作ってるからです。サプリメントも石油で作ってるからです。だからそういうものを入れることによってだんだん体が酸化していくわけです。酸化した結果こういう老廃物を出す、その時に汗とか尿とか、それからおしっこや皮膚で出ればいいけど、もう出すだけ出せない場合は患部を切り捨てて出そうとしてるわけです。だからがんはプロセスです。がんは悪くない。じゃあ
普段は免疫だとかいろんなもので毒っていうのは毒出しを普通にしてると。だってうんちするでしょ。してるしてる。汗してるでしょ。してるしてる。そう時々はほら吐くこともありますわね。ああ。いらないものが入ったらそのように症状はありがたいんですよ。出てきていらないものをどんどん出すんだから。うん。あそれで。それが出せないときに患部にそこに溜まってきてそうですそれ腫瘍みたいな形になってそうですそれ切り取り切り取りってサインなんだ出せ出そう出そう出せというサインでこれ全体的に回ってるよりか患部がやっぱり病んでいくここだけが病む方が体にとってはいいから自己注力がその判断をして患部を捨ててでも全体を救うわけですよこれが癌ですすごい話だいやもげましたよおっぱいもげました。はい、もげました。誰がですか？私の患者さんのおっぱいをもげました。おっぱいなくなったけど生き残ったやん。ああ、そういうこと。なるほどね。先ほどはね、やっぱりあのね、心が治るとやっぱ体も治って、うん、心が最初にそうですね。やむというか。だいたいね、私は愛されないとかね。私だけはダメだと言われたとかそういう自己卑下感とか罪悪感病っていうのは非常に病気を作りますね兄弟の中でもほら母親はお兄ちゃん可愛いけど娘は可愛くないとかなんかあるわけです橋の下で拾ったんだぞとか言うと岩山さんの方もうねひねちゃってねだからそうなった時にですね自分は可愛がれてないそうね、うん、そう思う時に卑下感が出るわけですよだその卑下感が出ると自己注力がゴンと下がるわけですでも神様愛してるんだから平等にみんな愛してるんだからそうですよ、ね、卑下する人は何もないですよなんかやっぱり評価主義っていうものがはびこるじゃないですか小さい頃からこの人ね競争ダメダメよね競争っていうのはなぜ起こるかってことです誰よりも優れようと思うから競争が起こるわけです、 そうですなぜ優れなきゃいけないか、うん、それは兄弟間で母親を取り合って母親を取り合った結果負けた子が二度と負けないと思ってこの算数だけは俺はトップになるぜって競争が始まるだから家庭の中で無条件に子供を愛せばこんな競争社会がないブータンっていうところは競争がほとんどありませんそうですですから家族という成り立ちが非常に無条件の愛にまみれていて素晴らしい国でしたわ本当あの国王におられたらしいですよはいお会いしましたどうですか国王何があったかというと一つに自然のをやってるっていうことあね、自然のやってる、はい、もう一つにホメオパシーをやってるってこの2つで合わせていただきました、そうですものすごい好きなんですホメオパシーも自然のもあの国王がはいあ素晴らしい若い国王ですよねそうもうハンサムで、ね、もう惚れちゃいましたわもうときめきましたあそうですか向こうも惚れたんじゃないですかいや、まあ、年が30ぐらい違いますので奥さん若い奥さんいやそうです美しいしね、うん、そうですかそうですかちなみにトラコ先生は実は初めにホメオパシーの方から入ったんですよね。で僕一番もうトラコ先生の話を知らなくてイギリスの方でホメオパシーのあのをかかったんですよね。僕病気になられて私あの潰瘍性大腸炎って恐ろしい病気になりましたけど潰瘍性大腸炎はいあの勝手にあの大腸が潰瘍になるんですよ潰瘍ってどういう状況なんですか、まあ、もう血だらけになるわけですだからもう便器が真っ赤になっちゃってもう幽体離脱でもうこんななんてふわふわ自分見てましたあこれは死ぬなと思いましてそれいつの時ですかいやそれ35ですああ女の役でしたよう働いとったああ働きすぎ、うん、これでイギリスで私は、まあ、テレビの仕事やってましたんでいろんなところにこう担ぎちゃん取材に行ったりしてましたこっちですはいはいこっちじゃなくてそういうことやってましたので、はい、なんかもう寝ないで仕事してましてねで私はあのやっぱりこう女でもね男と同じようにこう働かないものはダメだっていう、うん家庭で育ちましたから どうしても弱音吐けませんでバリバリやりすぎてですねトラコですもんね、はい、いやでも蛇年なんですけどでそれでそのたった4粒の砂糖玉で治ったんですよあその時にはいステロイドやっても治らない漢方やっても治らなかった何やっても治らないのにそう大腸性潰瘍はい潰瘍性大腸に治っちゃってこれでびっくりしたわけですそうしたら心が今まで親からお前はいらん子いらん子って言われたことがうわっと浮上してきたんですでそれをレメディを飲んだことで飲んでそれでも親に本当に私はいらん子なのか電話かけてですねイギリスからいいか答えたよ、ね、そしたら向こうが困っちゃってもういるもいらんもんなんか言えないじゃんほらとか言っていらん子変なのはやっぱりとか言っちゃってあんちゃんばかり好きなんやろとか言っちゃって
ものすごい失点してました、生きながら35の時ほんでもうガンガン心を出したんですよ。そしたらすごい楽になりました。心も体も楽になって、こんな両方あるのかなと思って。ちょっとレメディーを飲んだこと用意するの砂糖玉ですよ。だったのレメディーしてますよね。レメディーっていうのはホメオパシーっていうあの医学の時に処方する時に砂糖玉を、ね、舐めるんですよ。舐めるんですよね。それ何にも物質も入ってないのみんな。だから怪しいんだよみんな。怪しいね。だから朝日新聞に叩かれたんだよみんな。わかるね。それ言い出す長いからね。まあまあまあ、それで4つの砂糖玉レメディーで治って、治ったらそれでなんかね、うん、大学行きたくなっちゃったの。あ、ホメオパシーの、うん、もうやめようと、うん、もう全部もう取材も全部やめちゃって。いや私5年間大学院まで行きまして、それでもうそういう学校なんですか。はい、で金髪のねレガちゃん人形の人ばっかりですよ。大体ホメオパシーをやる人はアッパークラスや中産階級の人しかいないので。イギリスでは、はい、だからそうするとこうレガちゃん人形の人ばっかりで、その中で黒いカルミロが一人で勉強してるから、はいはい、なんか変なことになったけど、いじめられたけど、いやいやいや目立つでしょ逆に。目立ちましたね。えこれ英語がねただ楽しいからまたこれがいいんだ。可愛がられるでしょでも。いや、まあ、結構大変でしたよはっきり言いますけど。本当ですか。はい、これで、卒業して5年経って卒業して、ああで開業しよったら、ああ向こうから日本からいっぱい来るようになっちゃったんですよ。あ、私の先生の、イギリスのロンドンに。あ、そうかそうか、日本語で発信するから日本からトラコ先生を、あの患者さんがいっぱい来るようになっちゃったんです。飛行機乗ってくるわけですよ皆さん。ロンドン、そう、そしたら私が行けば皆さんが助かるんじゃないかと思ってやり始めた20年前です。へえ、これでまたこっちに戻ってきたん。そうですよ。これじゃやっぱりやってるうちにね、治らんのが特にアレルギーが、ああ日本は特有なんだ、でこのアレルギーが治らん子がいて、なんでだろうなと思ってアトピーと喘息で、はいはいはい、これで自然のを食べさせたら治るんですよ。でどうやレモンディーで治らなくてもこっちで治った。それでだけどまたちょっとでも農薬入ってるとか除草剤入ってる食べるとまたアトピーと喘息なんですよ。でこれが分かった時にあれこれやばいぞと、日本の農業どうだろうって調べて、10年前に豊受けの前駆となる、ホメオパシー農業科学っていうのを作ったんですよ、10年前に。でその子たちだけに、まあ、具合悪い子だけたちに、あの人参とかこういうのを与えてたわけです。病人だけに、はいはい、そしたらだん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 こう健康な人もね予防したいんでこれを取りたいって言い始めたって。それとこう3月11日の事件の時に豊受けの方ではまあ25箱ぐらい、持って行って、あのうちの野菜をね、そしたら15分でなくなりましたし、それからこういうね、もういない、あの被災地も含めて災害があった時には食べ物と水なんですよ。そうですね。それが分かった時にこれはもう10単なんて言ってられないと思って、うん、ただ今60単やってます。6兆分。そうです。そうですか。もっと広げます。いや僕ね感動したのは去年初めてお会いしたね。そうですそうです。で、あの野菜はほら生鮮食品だからしなびるじゃないですか、うん、だからこれなんとか被災地に届けるためにどうしたらいいかってレトルトパックだって、はい、レトルトパックだけ見るとああまた商売うまいなと思ってたんですけど、違いますよ。その話を聞いて、レトルトパックだったらずっとね、そうです、いつ何時今震災起こるかわからない時代に私たち生きてる中で、すぐ届けられる。レトルトないねここに。あの ね一番困ったのはその10億ねみんな取って行ってくれたけど、あのもらってない人がいるんですよ、いっぱい。じゃあ私たちが作ったものを腐らさないで加工すればどんなにいいだろうと思って、それで無添加ね、アミノ酸入ってないよ、防腐剤入ってないよ、無添加、全部無添加で作ったレトルトを作ったんですよ、ね、その方々のために作ったんです。なるほど、すごい。だから本当でちょっと話戻しますけど、そこで20年前やったホメオパシー自分が治った、それじゃあそれを勉強して5年間かけて開業したと、うん、で日本に行く、日本から来るようになったから日本に行こうということで、うん、日本に戻ってきてで戻ってきて日本に戻ってきて開業をして、はい、それでいろんなお客さんじゃない患者さんを見ると治らない子が出てきたと。そうで、その無農薬のものを食べた。その時の無農薬のものは知り合いの方から
そうなんで、それをやってもらったんですよ。で、私はもっと大々的にやってくれって言ったら、そこは農家自分の食い縁だけ今お宅に与えてるんだよって言うから、で量が足りないって言ったら、あなたね、大々的には農薬まかれができないし、肥料やがまできないって言われちゃったんですよ。それは6兆もやってた。ほんならもう私やるしかないじゃんと思って。なるほど、うん、なるほど。それで立ち上げて。そうなんです、それ10年前に立ち上げました。それ静岡で。いや、その時には最初は群馬、そして次に北海道、東野、ね、それで今は函南で、40単、東野が20単、群馬は今閉めました。なるほどなるほど。まあね、いろいろとありましたが、これがその先ほど言った、はい、だからもしかしたら皆さんここにいる人たちはね、あのね、震災起きた時はこれをに助かるかもしれない、ね、みんなが食べたかったのはね、こういうね、筑前煮とか、それから生姜煮とか、それから味噌煮とか、こういうの食べたかったんですよ。聞いたらこういうの食べたいっていうわけです。あ、それでアンケート取って、はい、これでこれだからじゃあ作ってあげようと。で、ちょっと回していいですか。はい、どうぞどうぞ。じゃあちょっとこちらの方が、とっても美味しくて健康だし、何にも防腐剤も入ってない、殻も色も入ってない、無添加です。これ非常に美味しいですよ。お母さんね、忙しい時にね、パッとお湯沸かしてやったら、もう自分でまるで作ったような味ですよ。国長、本田国長は、和食の名人ですので、彼が調理をしてくれましたので、すごくいいです。それから6ヶ月持つ豆腐、これは、遺伝子組み換えでない日本古来の大豆で作ってありますから、非常に美味しいです。この真ん中ポッと割れて、スポッと出して、あとはもう生姜とか醤油で食べてくれたら美味しいです。あ、これも日持ちするんですか？これ6ヶ月持ちます。6ヶ月持つ？はい。豆腐？はい、豆腐。あ、そうですか。いや、それで、まあ、農業ある。ちょっと座りますか？このまま勢いできますか？大丈夫ちゃう？実は、13時半まで たった5分しか経ってないです、まだ。すごいね。ちょっと息に行きましょう。いや、ちょっとね。しゃべりすぎましたね。しゃべりすぎた。ゆいとらこさんを初めて会う方。はい。あ、結構いらっしゃいますね。今の話で大体どんな方か分かった方は思いますけども、パワフルな。今でもエリック・クラプトンもトラコーっつってね、エリック・クラプトンですよ。いやいや、彼が友達になったのは豊受けのおかげなんですよ。そうなんですか。うちのね、褒めほ酵素を飲んでくれてて、はい、こっそりですね、こっそり、うちのポテトチップス食べてくれたら、こっそりですよ。知らなかった。うちの化粧品を取ってくれたら、こっそり。奥様がね、それね、はい、こっそりなんです。みんなこっそりなんですよ。ほんで、あの、今度ツアーで東京に来るから会わないかって言ってくれて、初めて知ったんですよ。エリック・クラプトンのこと知ったの？いやいや、知ってますけど、あの、もちろん使ってくれてるとは知らなかったんですよ。あ、そうですね。そうですよね。はい、びっくりしてですね。ありがたいことに。で、お友達になりまして、すごいですね。誕生日にも祝っていただき、なんかお前のところは大好きなんだってね、これ全部彼は食べてくれてますよ。そうですか。安心なんだって言ってもらってます。あの、ちょっとそんな形でホメオパシーっていう世界は、まずそっちから聞きたいんですけども、どうですか、世界はどうですか今、ホメオパシーの世界。まあ、日本のこと言ったら文句ばっかになっちゃうから、はいはい、世界の方の先進的な、こう、そうですね、インドでは第一医学になってますよ。第一医学、はい、それは現代医学、アイルベーダ、ホメオパシー、3つの選択、これは全部第一医学ですから。お医者さんはそれぞれ違う。でもホメオパシーって言うんですよ。アイルベーダで、現代アロパシー、だからこう3つのお医者さんがいるわけです。あ、一人で3役やってる人はいない。いない。あ、いないんだ。いないんです。あ、なるほど。全然違いますから。あ、いわゆる哲学も何も全部違うし。あ、そうなんだ。アイルベーダーなんか近くないんだ。近くない。あ、なるほどね、はい、ここが難しい。で、これでがんになったら、自分はアイルベーダー行くよとか、自分はじゃあ抗がん剤やるよ、いいね、自分はホメオパシーに行くよとか、選択すればいいの。日本はそうじゃないもんね。そりゃあマハトマガンジーがすごかったんですよ。あ、そうなんですか。ガンジーがホメオパシー大好きで、ホメオパシーのような自己治療を触発して、自らが健康になるような、こういう伝統医学を捨ててはならないって、それ第一学に持ってきたんです。え、ホメオパシーっていうのはインド発祥 ではないんですが、同種療法そのものは、あの、いわゆるその民間療法の中でどこも同種療法は同じであって、ただ希釈浸透するという技術がヨーロッパのハネマンさんというドイツから出てきたわけです。それは、あの、お医者さんだったんだけど、薬をやるとやっぱり副作用で死んじゃったりしたんですよ。そうですよね。それでどこまで薄めれば、薄めたら効く、あの、効果だけがあって副作用ないのかとやってみたんですよ。なるほど。そしたら
もう全然物質がなくなっても薄めてもまだ効果はあって、本人はもっと元気になったんですよ。不思議ですよね。だから薄めても薄めた方がよっぽど効くんだって分かったわけです。だから漢方も凝縮じゃなくてどんどん薄めて取るんですよ皆さん。あ、なるほどね。もしかしたらそういう風に薬もね、あの薬は微量でいいんだから、微量でいいんだから、微量でそんな多く取る必要ない。なんかね、つい取っちゃいますよね。多く取る方が気になるような、ね、ご飯だってほら1杯でいいところにね3杯食べるじゃないですか、まあ、ね。でなんか多ければいいっていうね、この現代の世の中のね、はい、この反対はいかがでしょう。微量豊かになったら根性がまぶすよ。うん、ダメなんですよ根性が。多く取った方がね。そうなんです。そうなんですか。やっぱね、農業にしろ医療にしろね、うん、経済ということばかりをやるようになったら、経済金が入ってくるともうダメだ、ダメになっちゃう。農業も経済の成功と、ね、重要するとどうしても化学肥料まかないといけないでしょ、まあ、医療だって経済性を重要すると一服薬出さないと儲からないでしょ、ただね、儲かった僕ですね先生、やっぱり借金付けにしようという、あ、こうシステムがあるから儲けようというよりも借金付けにしてやろうってどっかなんか悪いやつらがいるわけですよ。それは言っていいんですかね、イルミナティというあーやばいですよ、やばいです。そういうこともね、そういうね、やっぱりこう日本人もですね、日本を潰そうとする勢いはあると思いますよ。ね、そうですよね。そうならないようにうちら頑張るんよ。そうそう、あのところでインドだ、アジアではインドがあって、先ほどブータンの話でしたけど、いやいや、もうホメオパシーが入ってない国は、リトアニア、もう一つもありました。そんなじゃない、他全部入ってます。あのアジア出てくる、アジアでも世界中で、世界中で、はい、そんぐらい で第一学になってるのは、インドとそれから、南アなんで、南アフリカ、それからメキシコ、マンダラさんの影響それは、はい、かもしれませんね。やっぱり偉大な政治家がいるとそういったことに偉大、そうですね、懐が広いっていうのは、そのなんかほら田中角栄さんみたいな、ほら、なんて言いますかね、ああいう政治家がいるとそういうの広がるんですよ。ああ、なるほど。あのこっちあのほらこれほれ小卒であんまり頭も良くないけど、なんかこう感覚だけがすごいっていうそういう人がいるとなるほど、必ずホメオパシーは好かれるんだわ。ああ、そうですか。やっぱりそうだよ、感じ。そうです、やっぱ感覚派なんだ、私たち。だから東大なんか出なくたって感覚で生きていけんのよ皆さん。いやいや、どう生き抜くか。東大出てないって生きてる人がいっぱいいますよ。東大出てないって生き残ってる人いっぱい。ここで東大の人って言ったらね、恥ずかしいよね逆にね。まあいいや、東大の人聞かないから。はい、はい、そうです。で、じゃあもうほとんど第一医学的に認めたのは、じゃあ南アとヨーロッパでは、イギリス、ヨーロッパはイギリスは、クイーンがね、王室が好きだったもんですから、だからそれは守られていて保険的にもなるし、なる、それはスイスもそうですし、なるほど、もうほとんどヨーロッパの14カ国か、これは保険適用ですわ。なるほど、ね、そういうこと言うとね、またほらそういうこと言いやがってって朝日新聞がブリブリ言うかな、聞いてるか朝日新聞なんかなかなかですね、日本のことちゃんとこう伝えてもらえない。まあいろんなことがね、その伝わらないっていうメディアの方、メディアというわけでメディア作ったら、私ね、テレビ局にいましたんで、そうですよ、もう作るのは簡単です、そうですよ、やりたいぐらいです。いやいやいや、で本当のことをバリバリをやります。そうそう、福島の原発は本当に自然だったかとかね、やりましょうよ、ね、うん、そうですよ、バリバリ働かしちゃいけないですよ、スタッフは。そうです、そうです、言っちゃいけない、みんなで考えさせてはいはい、そうです、そうです。そんなことで、それで、そんな形でホメオパシーが全世界には今認められているんだと。じゃあその中でね、やっぱり食というものに気づくじゃないですか、と気づかれたじゃないですか。それっていうのはある種今だからこそだと思いますけど、一体化してるんでしょ、田中先生の中では。そうですね。それっていうのは世界ではどうですか。ないですよやっぱりね。ホメオパスで農業やってるのは私ぐらいです。そうなんです。その後ユニークなところで、ホメオパスで心の問題やってるのも私です。今日はおしゃれしてますけどねなぜ私今日これついたかというと、私はある子に聞きました。男の子に、男の人はどういう服着たらときめくのって言ったら、なんかスカートがひらひらっとしたらですって言うからよし今日はスカートだってイエーイ、そうできたんですよ。あ、そうなんです、はい、だってね、
やっぱりいつもズボン履いてもんべん履いて、ハットかぶって、本当にもう土まみれになってね、なんか汚い顔してやってるわけですよ。同じ顔ですよ。いや本当にだからどうやってもね、今日はおしゃれしたかった。そう、うん、おしゃれしたかった。でこんなんできた。あ、そっか、すいません。それはそうなんですよ。だから普段はそういうね、あの土にまみれてますね。シミだらけで真っ黒ですね、顔も。いや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 、でも本当そういう形で気づかれた今食についてのあれなんですけども、はい、やっぱりそれは無農薬であろう、その化学肥料も、農薬も使わないもの、はい、でそういうことを始められてどうですか。要するにやられてからまた変わる、トラブル以上変わることもあるんじゃない、自身が。まずね、私が農業したかったのは、自然が私を抱いてくれて、私に優しくしてくれる、これが嬉しかったから、やっぱり自然の中にいたかった、それで農薬がなく化学肥料がないものを作れるかどうか研究したかった、それで自家採取の種で育つのかどうかっていうのも研究したかった。いろんなことしたかったわけですよ。だいたいね、これね、これ1枚、2枚、3枚、4枚、5枚、6枚、7枚、8枚、9枚、10枚、10枚というのを横に出る、こういう玉ねぎはないの。昔こんなんやったみんな。だけど農薬とか化学肥料もあっから3枚ぐらいじゃないの、上で下ばっかりこういうお尻ばっかり大きくて上がない。この上はものすごい栄養があるんです。これ味噌汁入れてみて。それでこれこういう輪切りにして本当に納豆に入れてみて、ものすごい美味しいんやから。でこういうものが本当のいわゆる、固定種の玉ねぎなんですよ。で根っこ見てください。これ、これちぎってますけど、玉ねぎ掘ったら4メートルありましたよ、根っこが。素晴らしいでしょ。こういうもんですよ。でなんでこういうものがうちはどうして置いてるかというと、結局種取らないけんので、どうしてもこの種取るためにはこれがこうくっついてなきゃいけないんですよ。なるほど。だからこういう菜の花とかなんとか、こうみんなこう大根の花とかいっぱいあって、もう蝶々さんもカブトムシも、クワガタも、私の嫌いなカメムシも来るわけですわ。カメムシ、この中のカメムシがこの花の上で交尾してるんですよ。いいじゃないですか。いやもうカメムシ嫌いなのにまた子供子供産むか。トラでもさ、嫌いなものがあるわけですね。そうです、そうです。そうです。ここの人参に、私のところにほら速根ってあるじゃない、この目、ね、これが必須ミネラルを吸い上げるんですよ。こういうふうにこう穴がプチプチプチで開いてるような人参あんまりないと思います。ぜひ、取ってみていただきたい。とこう置いとくとこう芽が出るのよ、こうやって。だから照射してない証拠やから。照射とは、放射能かけていいから。なるほどね。お野菜は、ちょっと締めになっちゃうからやめよう、ま、じゃあ次に行きましょう。トロなんか漫才してるみたいな。いやいやいや、そうですか。どうぞ言って。いやいやいや、で、この今何人ぐらいで豊家さんはやられてるんですか。まずホメオパシの方は何人ぐらいなんですか。ホメオパシって1000人いますよ、今。ホメオパスは、ホメオパスの、ホメオパスっていうのはホメオパシ4年間勉強した人がそれだけいます。開業した人が、はい。ホメオパシは医者のことだよね。ホメオパシ、ホメオパシいいのことですね。いいのこと、はい。それで医者とは言えないですね。両方科ですね、ホメオパシ両方科で4年間勉強して、世界、今日本中に散らばって今、300カ所でセンターがありますので、もし欲しかったら行ってみていただいて。特に不定愁訴とかね、難病が強いですよ。慢性病は強い。慢性病はね、どんなことしてでも自分の治癒力を動かない限りは治らん。喘息なんかで困った。僕もね、喘息で慢性病ね、それは行った方が。はい、そうです。なるほど。埼玉にはありましたもんね。日高ね、あります。埼玉いろんなところで作って、それ調べられるんですよね。日本ホメオパシー医学協会と押しますと、ずらーっと全国のセンターが出てきます。なるほど。一番近いところ行かれたらいいし、またほらなんかこの人気が合うなとか、うちに田村翔子さんってとっても美人なですね、モデルのですね、ホメオパシーがおるわけですよ。やりました。はい。でそこには男性がいっぱい行くってのはどういうことでしょうか。なんで言うたら今度来ないの。いやいやいや、来るでしょ、大先生すぎて。いやいや、もう子供と。あ、そうか。いや、子供、まあ、来るのは子供かおかまの人か男性ね。でおじいさんか、そういう人たちが来ますね、私のところ。いやいやいや、私はもう大体子供ばかりです。そうですか。はい。でもいいじゃないですか。で女性と子供ばかり。まあ、いやいや、もう未来ですから、女性と子供。いや、男性も来て。ぜひどうぞ。じゃあラブコールを。開業、ちょっと素朴な、僕行ったことがないんで、どんな雰囲気なんですか。お医者さんみたいに、いや、もうそうなんですよ。
違う、自宅みたいな、いや、センターがあるんですけどね、ホメオパシーセンターがあって、普通のなんか日赤みたいな病院な感じです。はい、ビルの中にこうあって、はい、でそこにこうちっちゃい畳4畳ぐらいのところに椅子と机があって、はい、ただただ話するわけで、こうやって、あ、症状を見る、はいはい、ただただ話するんですよ、はい、で最後にこう、人生で一番辛かったことは何って聞かれるんですよ。マジですか？お医者さんとは違いますわ。え、じゃあ僕はちょっと喘息なんですけどって。そうでしょ、喘息のこと聞きます、はい、じゃあ雨の日に悪くなるのね、はい、ああそうで、咳をするで風邪ひいたら悪くなるの、ああそう、はい、それででも生姜油飲んだら楽になるのね、こう楽になると良くなるの、こう悪くなるのを書いていきます、はい、いろいろ喋ってるうちで、ところで人生で一番辛かったの何って聞くんですだそうですよ、皆さん。結構そしたら失恋とかね、ああそしたら家が燃えたこととかね、あ、入れたね、そしたら離別したこととかいろいろ言うですよ、ね、いやここでは言えないじゃないですね。いやでも言ってくれますよ。あ、そうですか、はい、やっぱりでもトラコ先生がそうであったように、うん、あ、でも処方するとなんか逆にレメディを飲むとそういう言葉が 出てるそれで面白いことに、私なんか消えてなくなったらいいんですってこう言うわけですわ、処方される前に、はい、あ、そうで、そうするとそう思ってるのって、いいリメディやるよ、イカだ君はって、イカなんですよ、イカ、うん、イカのリメディ、シビアは私なんか消えてなくなった方がいいと思ってるんですよ。イカは、イカがイカか、それはハルマさんたちがイカをいっぱい食って、うそうすると体は胃がいっぱい詰まって便が詰まるという便秘になる、心は死にたくなって消えてなくなりたいって心が出たんですよ。でそれを200年前にね、そういうホメオパスたちは人体実験したんですよ。ありたらものとってどういう感情になるか、どういう体になるかやっていって、それを書いたものがマテレメディカっていうわけです。こんなるんですよ。それを4年かけて勉強するわけです。だからイカの人が、私なんか消えてしまった方がいいって言うと、うわやかった、あなたのメディアイカだよってすごいね、面白いでしょ。面白い。でもレメディを処方するとだんだん正直になるっていうか、物がこう体がすごい正直なんです。私だってもうすごいバリバリ言います、いろんなことは。本当ですか、うん、じゃあ なんかいいですね、心が軽くなる。軽くなります。あ、そうです。隠し事ないのよ、だってみんなほら同志同胞なんだから、みんなほら一つの魂から分け見たまでできたわけだから。 そうですね、あなたの苦しみは私の苦しみだったんやから。そうですね、ねえ、だからこそみんな共にさ、苦しみならこの人生生きてきたやないか、みんな泣いたやないか、辛かったやないか、楽しい時もあったけどね。だからみんな同志同胞が苦しんでるのは助けるの当たり前やないの。なるほど。あ、それちょっと聞きたいんですけど、ホメオパシーっていうものはそういう今言ったようなことを含んだものがホメオパシーなんです。素晴らしいじゃん。そうなんです、素晴らしいんです。あ、そんなものが哲学としてあるから、はい、じゃあホメオパスっていうホメオパシーいいわ、はい、そういった教育の理念を持ってる、そういう教育をします。で、だから自分自身がいろんな苦難の中で自卑する自分もいましたでしょ。その卑下する自分をどう乗り越えていくか、自分で自分の小さい頃の親に、お前はいらん子やったのになんで生まれてきたんだと私は言われましたよ。だから辛かったけど、トラちゃんはいらん子じゃないよ、トラちゃんはいい子だよ、いい子だよって大人のトラ子さんが言ってあげるの。ああ、なるほど。それがイナチャルドイエスと言います。だから一番愛されたいんだから愛してあげましょうよ、自分を。なるほどね、自分を愛すること。そう、自分がよ。なんか僕なんかだんだんトラコ先生に処方されてる感じですねよかったそうですか。ちょっとこのままいくとだんだんこうぐるぐる回ってきちゃう目がそうですか、そうですか。何の話してたっけ。心ですね。心の話ね。だからホメオパシーは心も魂も体も三位一体で人を見ますから、なんでこの病気になったのか、どこでつまずいたのか、どこで苦しんで死にたくなったのか、それを知りたいわけです。それを知ったらリメディ全部ある。そうですか。私はこの世に合わないと思っている方手挙げて。炭化ナトリウム、ナトリウム化合物ものすごい素晴らしいんですよ。私には家族がいないと思ってた人手を挙げて。ポスティーラって沖縄草はものすごい素晴らしいんですよ。いっぱい解決策があります。様々なものにメディがあります。
あのレメディを処方する時の砂糖玉なんです。こんなあの小さい瓶に、あの1ミリぐらい、あの小さい玉が一粒ずつ入ってる、全部砂糖、それ全部砂糖玉が瓶に入ってるんですよ。ボロボロ涙出るおいでね。それに処方する本がついてるんですよ、ね、はい、そうです。でそれを本を見ながら自分の病気をどこに当たるかなということで選ぶ。だから代わりを選ぶときには喘息だけじゃない、喘息、そして私は悲しいって心が悲しい、それで喘息という症状、体はこれ一緒にしたリメディを取らなきゃいけない。あ、そうなの。そうなの。今ね、だからレメディを売ってます、それであの本も買えます、うん、それで家であの、まあ、家庭療法というかね、家庭の中でやることもできますけど、うん、でもそういう技術はやっぱりセンターでちょっと教えてもらうことも、もちろん、学校で、あのね、賢い母さん、カッパエビセンじゃなくて賢い母さん、ホメオパシーという勉強会がありますので、ぜひおいでください。気軽に市民講座みたいな感じで、はい、そうであります。あ、そうですか。で今度はあの4月の29日にはホメオパシーって何っていうのを簡単に私がやりますので、どうぞおいでください。ぜひぜひ。で皆さんがもらったスタンプラリーの持ってくるとタダですので、あ、ぜひそれ持ってきて、私お待ちしてます。ヨーガです。ヨーガね、ヨーガ近いんですよ。4月29日、午後、2時からやっておりますので、約1時間半ぐらい、ホメオパシーってなーに、これを知っちゃうと、その越中富山の釣りボックスみたいな、そうでないホメオパシーのホームキットを自分で使おうという気にもなりますし、これは副作用がないから、ね、妊婦さんでもベイビーでも体弱い人でも取れるの。そう、妊婦とか授乳中に、あの僕もちっちゃい子がいるので、うん、やっぱ薬を取れないけども具合悪いことって多いんじゃないですか。もちろん、ね、その時にヨーロッパの方々はホームキットをバンバン使ってね、自分でケアしてるわけです。自分でケアしちゃダメな場合はホメオパシーという専門家にかかってください。なるほど。それでもダメなら一緒に行けばいいんじゃないですか。まああとはこちらのね、豊家の野菜を食べてもいいですよ。農業のやってもらって、それであとは心を、自分自身を愛する心を作りましょう。なるほど、いい話ですね、うん、あのちょっとホメオパシーが治らなかった現代の中で、そのこちらの食に向き合い方を最後にちょっとお聞かせいただきたいんですけど、どうやってこの現代人はこういった生食っていうんですか、はい、あの正しい食事に向き合う、現代のこの生活に向き合うべきですかね、はい。やっぱりあの家買ったから、じゃ あの次のうち半分はラーメンで行きましょうっていうのは愚のこっちやと思います。いやでも最初に食に削りますもんね。それまあそれならですね、散髪に行かないで好きがあるってなんのよ皆さん。私最近まで全部好きがあるでやってましたんで、自分で。そうなんです。だからそういうのでも十分だし、だから食を削るぐらいなら服削る、食を削るぐらいなら散髪に行かない、だからそのぐらい食が大事です。食べたものがあなたの命になるわけです。そうです。食べたものはこの体なんですよ。で食べたものの中には栄養がなくてはいけません。その栄養が失われていますので、1日に必要な ビタミン A というものが30年前は桃2つでよかった、ところが30年経った今、1日に必要なビタミン A は53個桃食べないと取れない。53個食べちゃったら下痢する。そうなんですか。だからそれぐらい栄養の質がなくなった作物が多い、似て非なるものだということ。こういう作物食べても硝酸態窒素がアミノ酸にちゃんと変わってないので、なあなたはがんになるだろう。硝酸態窒素って窒素膜でしょ、窒素リン酸カリの、あれは恐ろしいんですよ。牛に加えたらうち牛石黒で死んじゃうんですよ。ああいう化学肥料を撒いたものをあなたたちは平気で食べる、それもスムージーで食べる。恐ろしや、スムージーは無農薬だけ。なるほど。あ、じゃあまさにみんな入ったら寒いから、ほら、そうそうそう、入ったら、ずいずいとこっち前に来る、どうぞここここ座ろう、はい、これ片付けよう、これ、ほら、どうぞどうぞ、雨降ってるから、はい、座ってみんな、はい、詰めて、ちょっとビデオがあるみたいで、あ、ビデオ、あ、そうそうそう、じゃあこれビデオ、これ投薬だって、投薬見るの、これ見なくてもいいのに、これ見なくてもいいの。BGV で流しますか、はいはい、ちょっとまあここにほら遠慮がダメじゃん、入らんと、ほら風邪ひいちゃうよ、どん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 詰めて、こっちほら前前ずっと食べて、食べないから君を、ほら前へ来なさい。タイガーだけど、はいはい、そこも詰めてよ、どうぞ入って。おかしいな、横にカバンの横に入ってるんですよ、折りたたみ。
いいね、そうそう、ほら、開いてるよ。開いてるよ。ちょっとカメラが怖いんで。そうですか。じゃあ、食べるっていうものは、まさにそういった正しいものを食べましょうっていうことですね。それは、必須ミネラルっていうのは、食べなければ入りません。ミネラルは、植物が吸い上げないと取れない。だから植物を食べて、初めてミネラルができる。これはカリウムが入ってる。なるほど。ここには鉄も入ってるし、カルシウムも入ってる。そうすると、やっぱり農業の中で土作りっていうのはすごい大事ですね。微生物が大事なんです。やっぱり、そう聞かせる。微生物が大事なんです。微生物が出す酵素が、その酵素によって微生物がカルシウムを包括していきます。カルシウムを挟んでいきます。そうすると、この根っこたちはその微生物の酵素が欲しいから栄養になりますから、吸い上げるわけです。で、有機のカルシウムになっていくわけです。だから微生物いないとダメ。そういう土作りをするしなきゃいけない。なるほど。でもそれの土作りは大変でしたでしょ。大変、大変。それ緑茶部でしょ。はい、大変です。大変です。だけどほら、1平方メーターに 1×1 ね、たった10グラムってこのぐらいやん。微量はほんのちょっとしか曲がないやけん。なんか田舎弁になっちゃった、うん、私昔あの農業やってましたんで、四国で。あ、四国だった。地方どっちなの。愛媛県です。あ、愛媛ですね。福岡正信さん、はい、ね、もう本当によく知ってます。愛媛にはね、ああいう人がポッポッと出るのね。あとはね、日本のチベットみたいなんよ。でもすごい田舎っぺばっかりなんやけど、気骨はあるんだね。腹にこう地元持つっていうか、いいですよ。なるほど。で、土作りをずっとやられて、はい、ね、今どうですか、土作りは。はい、成功してます。あ、そうですか。クヌギさんに頼まなきゃ。クヌギの葉っぱが大事なんで。クヌギの葉っぱね。めっちゃめいっぱいもう集めに来ます。もうトラックにもう本当に40杯ぐらい集めに来ます。あ、そうするとクヌギの葉っぱにね、ちっこいね、カブトムシの卵を産んどるんですわ。ああ。で、それがクヌギの葉っぱをこう堆肥にしてこう、ね、プラスチックをかけておくと、なんだかするとモク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 ね、あったかくなってくるんですよ。あ、そこでその卵が返ってきて、でそれをバリバリ食って、でそれが糞するわけですよ。あ、なるなる。じゃあそこのいわゆるこうね、腸内細菌、カブトムシの腸内細菌っていうのがきれいに糞をね、分解してくれてね。なるほど。クヌギを分解してくれるわけですよ。なるほど。それはもう最高の土ですね。なるほど。でそれを促進するために麹巻いて乳酸菌を巻いてるわけ。あ、なるほど。ほんでリベリを巻くわけ。そう、単純にそう言いますけどね、ものすごいですかね、六丁部ったら。そうです。どうだろう、ちょっとこのぐらいだけど。でもできるんよ。私ら全員で15名から、その代わり物言わんですよ。私らは要するに、とにかく修行なんですわ、畑に入るときに。暑い日も黙々とこうしゃがんで草を、これ修行なんです。物言ったら修行にならんのですよ。でね、9時ぐらいから、2時までぶっ通して休まさない。これも修行だから。ほんで2時になるとやっとご飯が食べられる。2時に、はい。でその食べた後はもうね、体がこう分解するからモードになってるから、働かない体が。あ、だからもうその朝の5時間がもう徹頭徹尾大事なの。物言わない、休まない。で2時で直立して終わり。終わり。でその後1回宴会じゃないけど勉強。まあいろいろね、いろいろ、こういうのをこうパッキングしてこう詰めておくとか、農作業というよりはどっちかというとビジネスの方の作業をします。なるほどね、素晴らしい。まあ皆さん、それ15名のチームが、はい、物言わないですよ。言うと怒るから、私。なぜかというと、やっぱり苦しみの中に身を投下するっていうのが人間を強くするんですよ。苦しんだ後にはね、そよ風が本当に甘露の味なんですよ。で苦しんだ後に あの冷たい水が甘露の味なんですよ。なるほど。あの冷たい時に作物をね、洗った後の手がもう凍えるの時に、暖炉で手を当てた時のじわ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 する、ここに神様がね、血を通してくれてる甘露の味なんですよ。だからありがたいんだ。なるほどね、ありがたいってことね。そうです。苦しい後には必ずありがたかさが出てくる。あ、いや、今の話を聞いて、今日のテーマはね、感謝と健康ってことなんですけど、やっぱりね、日々いただきますって言わない人って結構いると思うんですよ。あえて聞かない。で、ごちそうさまを言わない人も多いと思うんです。何気に食べてるものだからね。やっぱ感謝が分かんないですよね。苦労がないからね。やっぱり物を作ると、このもう葉っぱ一つ捨てられるのですよ。もうもったいなくて。みんな使いたい。でもう愛おしくてしょうがないから。ああ、なるほどね。でもね、腹減ったらね、
ゴロゴロパラパラ食えよ言い訳は私たちは農薬巻いてないからもう畑にってゴリゴリ食うんですわ。あ、畑でさちょっとお腹空いてもうね、あの吉田君はね、はい、何でも食ってる土が出たら吉田君です。あ、吉田さんあ、どうも。大変な修行を毎日ね、修行してるよね。そうですか。でも野生人みたいになってヤバタバズーみたいな顔になっちゃったんだいや野生人みたいな男の人多いですよね、東京のね。多いですいいでしょ、みんな。いや、いい男ですよ、うん、いい男じゃないですか私、いやいや周りが周りよね、私男、いや周りのね、男さん素晴らしい、まあ、そういう子をね、入れてるわけですよ、わざとね。なるほどね。やっぱ忍耐がダメ。本当、うん、まあね、でも忍耐は鍛えられるね。鍛えられます。あ、そうですか。じゃあ、トラコ先生とこで忍耐を鍛えてよ。女性もやってる？もちろん。もうね、あ、母さん、もうね、うちね、農業大学校の新人が2人入ってきてくれたの。女性。はい、静岡の農林大学校でね、19です、19、12、20歳で卒業して、はい、で、どこに就職するかって豊岡選んでくれて、はあ、うちね、14名が来るって言ってくれたんやけど、はあ、2人だけ入れたの、はあ、なぜこの2人良かったかというと、はあ、うちに実習に来てくれて、よう働いてくれた、はあ、見てる、うん、だからそれ見てるから、この子らだったら頑張れるだろうと思って。なるほどね。やっぱ根性がなきゃね。あ、根性なきゃダメ。そうか。だってこれは農業はね、日本を担うよ、みんな。農業はね、国が、私たちが内需の国にするために、どこにも頼らないね、他に頼らない、その立派な国にするためには農業です。そうですね。農業を若者をやらんかったらえらいことになる。農業こそは一番大事な産業であります、うん、と思います。僕も、私農林水産省の大臣になりたい。なってください。でもさ、まあでもあっちに行かないでこっちになりましょうよ、大臣ね。そうね、こっちの大臣でもいいし、ただね世の中変わらない。こっちの大臣。いや、お米をね、減反とかさしたりとかね、はい、大体ね、農民がね首吊って死ぬって何事や、食えなくて。農民が農薬飲んで死ぬって何事や、ね、何をやってるんだ安倍総理。農民は国家公務員にするべきである。こっちか農民は国家公務員である。だから一番大事にしなきゃいけないのに。そうだよね、国家公務員大事さ。そうなんですよね。もう本当にかわいそうです。そうですね。まあでも一人一人大事ですからね、可能性としては。そうです、はい、みんな大事ですよ。で、女性もね、農業をやってもらいたい。そうですね。あのね、今ね、ヤンマーとかね、遺跡ではね、女性がモテるちっこい幸運期がある。ありますね。あれはね、簡単で U ターンもできるから、ぜひね、女性をが農業をやったら、あなたたちの子供のために自分の庭に大根とか、 そうですね、それから小松なんか作れたら、これこそお母さん素晴らしい。お母さんのたった1時間か2時間でできるんよ、うん、だから庭にもうね、庭に桜とかな、桜は食えねえんだから、あんなの植えない。植えるもので、それで花も素晴らしいもの。なんか老朽化し、そろそろするらしいですよ、東京の桜は。本当に食えないものは植えちゃいけない。あ、ヤギ、あ、これは19歳。お、19歳。お、来た。お、な、名前。はい、深澤です。深澤くん、深澤さん、農林大学卒業の、はい、拍手。じゃあ、はい、ちょっと自分のどうですか、自己紹介。あ、静岡県の、静岡市から来ました、深澤志保です。20歳です。はい、で大運気乗ってますよね。あ、そうですね。普段まだ練習中ですけど、トラクターとか乗って畑耕してます。土も触ってカエル触ったりして農業楽しんでます。土があるだもんね、はい、あのトラコ先生いないと思って楽しいですか。いや、いるはいいよな。そうですよ。いやいや、聞かなかった。正しい、ほらね、いるとほら気使っちゃうから。正しい、正しいです。幸せですか。はい、幸せだ。あー、そうか、はい、面白いね、本当にね、こうやってね。私彼女行ったんですよ。あのさ、トラックターに乗ってスカートを履いてドレス着て頭にカチューシャして、それでトラックターに乗ってくれんかと。そうしたら NHK が取材に来るで。だからぜひそれやってくれって言ったんですよ。あ、そうですね。モンペ履かないで本当にワンピースでやってくれってね。そういう意表をつくことはやっぱりその豊家自然のをさね、広めるのいいんだよ。だそれ君の肩にかかってるんやか。なんかさっき修行の話になったけどね。ほら、水着で水着でやる。
じゃあその時は私行きますよ、はい、夏、はい、土があるだもんな、はい、土があるです。ありがとうございます。ありがとう。こういう若い猫の会が継承してくれて農業やる気になってくれるっていうのは非常にいいと、いいです。そうですね。農林大学校はどうも豊家のことを好きみたいで、はい、今年も14名ほど。ああそうですか。本当に狭き門なんですよ、うちは。ああね、14名のうちに2人ですか。素晴らしい。来年も2人ぐらいと。ああでもね、本当でも豊家さんのところにも行かれるんですか。あのまずね、大学の間に研修に来るですよ、皆さん。ああ普段遊びにっていう意味では遊びじゃない、研修。研修です。見学室に見学来ますね。そうです。はい、ということで、豊家自然農のブースはあちらにありますので、はい、はいはい、どうぞ。さあ、パレードの皆さん、すごい、はい、おあんな格好でどうした、トラクター。いいよ、絶対取材が来る。やっぱりあの農業がね、はい、辛いとか厳しいとか汚いとかいうのはね、良くないと思う。良くない。だから農業は楽しい、非常に心が癒される。なるほど。体も丈夫になる。なるほど。じゃあトラクターさんが最後にメッセージを、はい、皆さんに。メッセージ、メッセージ、皆さん、生きとし生けるもの、こうやって命あるもの、はい、この一瞬一瞬があなたの全てだから、一瞬一瞬を大事に生きていっていただきたい。だから今自分が取るものは、今こうやって自分が思ってることは、今行動してることは、果たして自分にとって幸せかどうか考えましょう。幸せであれば何やってもいい。あなたが幸せでなければ世の中幸せにならないんだから、どうか自分を責めるのをやめて、どうか自分を愛していただきたい。あなたはあなたの魂でとても素敵で素晴らしいんだ。以上です。ありがとうございます。ゆいとらご先生でした。ゆいとらご先生、ありがとうございます。愉快な話、ありがとうございました。